最初の相手がまさかお京になるとはね。この様子じゃお空はおしのと戦ってるのかな。さあどうだろうね。おしのが気になる。でも今は私との戦いに集中してほしいな。やっぱりおゆかの体術はすごい。技のキレも速度もピキピキの差と一段。でもなんとかついていけてる。訓練でおゆかと戦ってきたからこそだけど。訓練の時も思ってたけど、お京はやっぱり強いな。戦っててワクワクするよ。でもそろそろ限界なんじゃない。このままじゃ勝負がつかないよ。そろそろあなたの忍法を見せてほしいんだけど。私の忍法を見せるのはおしのだけって決めてるの。何それ、おしのばっかりずるい。でもそれなら無理やり引きずり出すだけ。私の最強の忍法でね。最強の忍法？一体何を仕掛けてくるつもりか知らないけど、今は隙だらけだよ。何よこれ。これが私の忍法、ピキピキ忍法鋼鉄腹筋。私にはもうどんな攻撃も通じないよ。だったらお腹以外を狙うだけ。おゆかの全身が鋼みたいに硬くなってる。それだけじゃないよ。おゆかの一撃で周りの木や岩が吹き飛ばされた。硬くなった体に私の体術が合わさればこんなことだってできるんだから。なんて忍法なの、ほとんど無敵じゃない。その通り、お京が勝てる可能性は皆無だよ。こんなのどうすれば。でもちょっと待って、硬くなった体と体術を合わせる、試してみる価値はあるか。こら待て、逃がさないぞ。しまった、お京のこと見失っちゃった。どこかへ隠れた、それとも。もらったよ、おゆか。お京、何を。ちょっとやめて、脇をくすぐるのは反則だから。そんな決まりはないよ。ほら早く降参しないと。わかった。どうしてこの忍法の弱点がわかったの。見破られるようなことはしてないのに。本当に全身を鋼鉄化してるなら関節も曲がらなくて動けなくなるでしょ。けどおゆかは体術で攻撃してきた。だから関節部分は柔らかいままだって気づけたの。万が一予想が外れてた時のことも考えて、打撃じゃなくてまずはくすぐって攻撃してみたんだ。はあ、隠し玉の忍法だったのに、そこまで冷静に対処できるなんて。やっぱりお京はすごいね。これなら負けても悔いはない。何言ってるの、おゆかの方こそすごいよ。ここが慣れ親しんだ里の森じゃなかったら、きっともっと追い詰められてたと思う。もしおゆかと組むことができたら、私たちは。どうやらそっちも勝負がついたみたいだね。おしのは、ってことはお空は負けたんだね。向こうの森で動けず転がってる。
おゆか、助けに行ってやってよ。私は、お京に用事があるからさ。うん。決着をつけようか、おしの。